くんじゃないんだ。いや、ほんま。いや、周りがな、迷惑かかるからね。いやいや、まあまあ、まあ、そうですけど。自分はええけど、ほんま。なんで怒られる、こうやってやってた。いや、それがね、でも、本当俺の大好きな、ラバーさんですよ。すいません、本当に。はい、これからも。いや、これ本当に。仲良くしていただきたい。そうです、あとは言われないです。わかりました。OK です。おめでとうございます。ありが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 とうございます。すいません。え、大丈夫？あ、全然いいです。尺も。尺は十分ですね、うん。オープニングは、煽りみたいな、ちょっと見えて、大丈夫ですと。で、あのトークの部分を使って、はい、で、まあ、もうオフショットは今回なし。サムネはサムネはどっか切り抜けるっすよ、ヒロさん。あるっすよね、あん中で。大丈夫だと思います。ヒロさん、いつも不細工買うときのやつ。不細工。いや、マジでええとこ使ってよ。俺を任す、広瀬さんのセンス。ヒロさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、楽しいわ。ヒロさんと撮影するの。いやそれじゃん。それじゃん。サンタラも、週どれぐらいで撮ってる？え、なんすか？週は、週5出勤で、基本的に週5は撮るようにはしてます。週5配信なんで、週5本撮れへんかったら、ストックがマイナスになってくるんで。1日1本撮った？今日は1本ですね。今日1本ですね。昨日はだから2本撮りましたし。多くても2本ぐらい。はい。1週間でとにかく5本以上やらないと、マイナス、在庫がマイナスなんです。週ごと投稿とすごいね。まあまあまあ。ちょっと変えてみましょう。はい。全然ですよ。次は何ですか。この後は俺も何も。あ、そうなんですよ、うん。あ、もうこれ終わりですか。うん。いいですね。じゃあ行きますよ、広瀬さん。じゃあ行きます。そうですね。お。僕らこの後から撮影続くんで、今から撮っちゃうんです。何でしょう。あのメインチャンネルともう一個別で収録みたいな感じでサブチャンネルもあるんですよ。どこで？あ、もうここで今から。あ、ここで。あ、そう、僕はこの後パソコンです。あ、いや、あ、キロさんなしです。あ、すみません、ごめんなさい、やりましょう。あ、全然全然、キロさんなしで、あの、はい、僕らだけで。はい、はい、いない程度がいいですね。はい、はい、で、これ終わったらタクシーを乗せて。そう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 、緊張するな、なんか秋山さんだったら。え、ごめん、いい、え、もう動くか、ええか、ええ、緊張するな、なんか全然、でも、もうおらんと思って全然。大丈夫ですか。うん、じゃあ、決済で、はい、はい、あ、ごめん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 、勘弁してくださいよ。勘弁してくださいよ、もう。やっぱりたまらんなと思ったら喉が、ごめん、勘弁してください。すいません、これだ、ごめん、勘弁してください。僕だけに言ってるやん、もう。いや、ごめん、ほんまに。ちょ、お願いしますよ、ほんまに。はい、お願いします。じゃ、いきます。はい、どうも、じゃあ、サブチャンネルです、よろしくお願いします。いやね、最近めっちゃムカつくことがあったんですよ。これほんまいきなり言いますよ、タイトルのあるように。もうこの間免許の更新行ったんですよ。免許更新行ったって、でも大型検査ですよ。大型検査ってさ、新種目って言って、うちの種目でして、こうやって動くと、この真ん中でピッとこうやって止められたら、この辺が何ミリ以内にこうなるんですよ。それに対に30分に合わせて、時間かけた。30分ぐらい落ちた。ええ、なんですよ。新種目だから。で、もうそれめちゃくちゃ分かって時間ないし。で、大型の検査、もう俺もう大人げないんで、大人げないんですけど、で、要は2回落ちたら、また30分に合わせたら、そんな嫌やわと思って、ほんで、知らずに、ほんならすいませんっつって。
あの言い方ちゃんとしま、言い方ちゃんとしたね。すいません、ほんともう大型の件いらないです。もういらんかったらもうこれ通してください。どうしたらいいんですか、逆にって言って、あ、返上ってのありますけど、本当にいいんですかみたいになって、いやもうめちゃくちゃムカついてたし、そんなもういらんから、免許証なんか、そのあの普通免許いるで、で普通免許だけいいんです、ほんなら返上手続きしてくれと。それも大変なんですかって、もうすぐなんか9番、8番やん、勘弁してください、皆さん、マジで。カット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 。木下さん、勘弁して。ゴリゴリ音出てるやん。一緒に撮りますじゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。そっちの全然ありっすよ。全然ありっすよ。いや、ごめん、こっちおもろいんで。すみません。ごめんなさい。ふざけに来てるじゃないですか、もう。ごめん、ごめん。いいっすか、もういいとこ。まあ、3、2、1。いや、それほんまに難しいなんで、返上手続きも5分ぐらいできますよ。5分して、ガチで大型と牽引、ガチでほんまになくして、俺も普通免許証ないですよ、だから。で、それで終わって。どう？そんな。いや、これだけ言わして、大型と牽引、今後運転なんか絶対せんねん。絶対せんけど、大型と牽引持ってるやつより、免許俺が返上した俺の方が絶対運転うまいからな。これだけほんまに言わして。マジで。新種のこれで、昔なんでも時効ですけど、はい、今って言われて止めたりするときあったんですよ、昔。はい、となんで、サブチャンネル終わります。ありがとうございます。一人で喋るの、いや、拍手入ってましたね、最後。ごめん拍手最後入ってました。ちょっと早かった。ちょっと早かったですよ。だいぶ食い気味で、入れなあかんやつ来ましたね。ごめんなさい。いや、すごいわ。いや、全然。いや、面白い。皆さん、たったり知りますよ。あ、でも、いえ、いえ、それ、ネットリサーチしてるね。ネットリサーチしてるやつなんで。僕も、皆さん、この後何？もう、あれやもんね、ロケやもんね。そうですね。僕らロケで、もう、デートダメなんですよ、この後。ロケなの？もう、何？内容ですか？内容。あ、普通に、あの、街頭じゃないですけど、ちょっとドッキリがあるんですよ。占い師の方に対してのドッキリで、占い師の方後ろから叩くんですけど、占いやったらそれ見に来てやろっていう検証です。それ今からやるんですよ。はい、分からへんやろ。もう出ちゃうんで、もうみんな帰っちゃったんで、事務所からエクセル君と何か出ちゃいます。どういうこと？どういうこと？それ 何時ぐらいまでかかるの？1時間半はやりますね、下手したら。その後は帰ってくる？いや、帰ってきます、こっちもう出るもんね。はい。誰かおらんの？いや、もう誰もいなくなりますよ。で、この後何ないんですか？どういうことかこの後は何もないの？この後いや、帰ったらよろしいや、そんな。どういうこと何をおっていいって、どういうこと。いや、まずかったら帰るけど。ちょ、まずいとかはないっすけど、別に。いや、どういうこと。いや、もうもしよかったら、はい、あのロケ帰ってくるまで終わらせてほしい。ああ、全然いいっすよ。まずかったら帰る。いや、全然いいっすよ。なんか都合あるんですか、この近くで。そういうことですか。全然いいっすよ、休憩してもらって。ほんま中途半端ですね、時間が。いい？全然いいですよ。あ、この近く、この後、この辺なんですか、打ち合わせとか。そういうことですか。そういうことじゃなくて、そのついで、いや、時間変ないんだけど。ないんだけど、その、もし、いいなら、はい、もうちょっといいんだよ。この後、なんもないよ。なんもないですよ、この後、別に。打ち合わせがあって、時間ちょうど2時間ぐらい空いたから、ついでに OK なんじゃなくて。いやいや、別に。別にまあいいけどね。いい？大丈夫。別にです。おっていいよ。じゃあ帰ってくださいよ。なんすかなんすか。いやいや、その帰ってくださいよって感じ。いや、おってもいい、おってもいいやったら。いやいや、おってもいいですよ、もちろん。別に事務所ですから、なんもないですから、今度は。じゃあ、好きにしてください。ゆっくりしてください。ほんま好きにしていい？いや、好きにするよ、はい。今度はちょっとすみません。でもう準備してください。はい、あの飲み物とか冷蔵庫あるんで好きにどうぞ。ほんま1時間半ぐらい寝ますよ、僕ら。この後ほんとだ、また行ってらっしゃい。行ってきますほんまに僕ら寝ますから。うん、はい、ほんまに行きますね。すいません。はい、まあ、はい、お疲れっす。すいません。
しかもか。よし。もう家おるだけじゃ申し訳ないから、帰ってきたら喜ぶことしとこう。ご飯。うーできたよしよっしゃ焼こう。はい。いやこれはな、もう疲れた体にはやっぱお肉やんな。うわすごっ。ああ気持ちいい。ああすごいねこれ。あれ何これ、すごい、すごい歩きやすいよこれ。すごい歩きやすい、ほらすごい歩きやすいよこれ。え何これ、いやこれめっちゃええわ。すごいスタイルええよ。あっつっ、あっつい、誰もいない、誰もいない、僕だけですよ。よし、できたあら、これは喜んでくれるでしょう。ラワさん待ちましょう、これは喜んでくれるで。ラワさんもう何もせんちゅうもね、帰ってくださいって言われるもんだもん。あのよいしょ、来たか。ハハハハハ、何をしてるんですか。どうぞどうぞじゃないでしょうよ。あ、どうぞどうぞ、お疲れ様どうぞ、お疲れ様でした。あ、こっちどうぞ。何してんのこれ。どうぞどうぞ。いやもう本当にお疲れ様。どうやったどうやった大丈夫な、どうすんの。サングラス取っていいですか。カメラあるんですか。もうあのどっち、まあまあ撮るで。そんなでもなくてもいいんだけど。どうだった今日。うまくできた。うまくできました。いやサクシー呼びますよ、もうだから。なんなんすか、だから何がしたい。いや、もう食べて。いや、やったもういや、ほんまに食べて。何何何何何、もう疲れて、もう帰ってきて。ヒロさん、見てこれ。こんな立派なやつ。よう、お皿見つけましたね、ほんで、この皿。もういろいろ開けて。はい。クレソン、初めてクレソン買って。いや、よかったわ。うまくできてよかった。今日、僕らこの後も予定ありますからね。宅飲みとかでやってますから、この後。それは何、僕は、いい
いやここ何なんですかマジで、何なんですかサングラスとかなんか嫌やな。いやいや、いやサングラスとかせんでいいんだけど、はい、いや食べてよ。食べませんよ、なんか怖いです。いやいや、そこ映らちゃうわ。いやいや怖い、本当に本当に何なんですか明日はどんなスケジュール。じゃあ明日はそんなもう大事やん。ほんまになんか今から宅飲みでバタバタしますよ。シェフ来たり。いやもう全然大丈夫です僕は。でどういうことどういうこと。おろうとしてんの。止まろうとしてる。いやいやいやもう帰ってよし、ほんまに帰ってください。待ってほんまに帰ってください。え、ほんまね。ボケツッコミどれ。違う違う、ここどれなん。あ、ほんとちょっと待って。もうこれ長さんの一人の意見ちょっとわからん。広瀬さんちょっと、広瀬さんちょっと、広瀬ちょっと、広瀬さんのぶっちゃけ俺は帰ってほしいですか。欲しいです。ほら優しい。あ、ほかよ。ほらおるおる、もう一度おる。もう帰ってください、ほんまに帰ってください。なんでや。いや、なんでやんだ。怖いな、怖いな、怖いよ。怖い、ちょっと話そこ。怖いな。やめろんだよ。ミッチ何がダメなんだ君は。ラブ何がしたいんですか。お前さ、ちょっとこの後タクとかあるんですよ、いろいろ手配してるんですよ。何してんのこれ、ほんまに何してたの。一人でずっとおねち時間、ほんまにいましたね、よういましたね。プレゼントかわして。これ作ったこれ結構時間かかるやつやで、ね、熱いやつ出して水の上で剥いてやったのこれ。それはそうや。何がしたいんですか。ほんまマジマジマジ、ほんま帰ってください。ちょっとほんまに来てください。マジのやつです。マジのやつです。ちょっとマジのやつ。マジのやつ。マジのやつ。マジのやつで帰ってください。マジのやつか。で帰れてたから。はいよはいよ。はい、関係したんだから。はい、帰れてたから。